ははい皆さんこんこにちは今回はアルテッツァのよくあるトラブルと題してよく壊れる4つの部品についてご紹介していきたいと思いますはいまず最初の1つ目はこちらのエアフローメーターになりますこちらホットワイヤー式のエアフローメーターになります アルテッツァに限らずエアフローメーターの調子が悪くなってということはよくあるんですが一応エアフローメーター調子悪くなるとエンジンの指導が悪くなったりとかあとなんとなくパワーが出ないとかっていう症状が出るので10万キロを超えたら変えた方がいいと思いますで次によく壊れる部分なんですがこちらイグニッションコイルになりますでイグニッションコイルがですね えー、調子悪くなるとエンジンがばらついたりエンジンの指導が悪くなったりあと、吹けなくなったりとかっていう症状が出ますで、次にですね、アルテッツァの 3S でトラブル部分なんですがこちらですね、オイルコントロールバルブになりますこちら、VBTI のカムの切り替えをしているパーツになりますこちらインテーク側でこちらがエキゾース側になります。 でオイルコントロールバルブがです、ね、調子悪くなると例えば4000回転付近でばらついて、えー、ある程度回転が上がって5000回転以上になると吹けるようになるとか中間域で調子が悪くなるということがあったりあとアイドリングですね。 アイドリングに突然ばらつき始めて症状が出たり出なかったりということを繰り返したりすることがあります、えー、症状がイグニッションコイルが調子悪いと時と似たような症状が出る場合があるので要注意ですで最後にこちら、えー、壊れたエンジンマウントになりますでエンジンマウント助手席側と運転席側に左右に付いてるんですがアルテッツァの場合は助手席側ですね エキゾースト側についてるエンジンマウントがこのように、えー、切れることが多いですでミッションマウントが、えー、このようになると、えー、横地がかかった時に、えー、シフトアップやシフトダウンする時にシフトが入らなくなるという症状が出ますで最後、えー、とおまけにはなるんですが今回イグニッションコイルを3つこちら用意してあります でこちらの2つが純正品でこちら一番左が社外品になりますで、えー、ちょっと分かりにくいかもしれないんですがこちら右と左ですね、えー、純正の品番では90919-02236と同じ品番になってますで何が違うかというと この厚みが違います。で、えー、右側が古いイグニッションコイルで、左側が新しいイグニッションコイルになります。で、えー、今、えー、新品を頼むとこちらの頭の薄いタイプが、えー、手に入ると思います。で、ちなみにこちら、社外品なんですが、大きさは古いタイプとほぼ 同じになります。新しいのと比べるとこれぐらい違います。はい、えー、おまけのおまけです。えー、こちら、先ほど第イに使ってたのが、アペックスの、えー、1.8ミリ厚のメタルヘッドガスケットがやっと届きました。で2月の14日に頼んで 今日が3月の20日で1ヶ月ちょいかかってやっと届きました。で、えー、こちら下ですね、はい。一応念のために純正のメタルヘッドガスケットも頼んでたんですが、えー、タイミングベルト周りですね、テンショナーとか、あと、えー、ウォーターポンプと、えー、サーモスタットなど。 えー、揃ったので、えー、タイミングベルト交換がてらメタルフットガスケットの方も入れていきたいと思いますはい今回は短いんですが以上になりますご視聴ありがとうございます